おはようございます。速稼塾の久保です。今年もね、 FX が始まって何日か経ったんですけども、皆さん成績はいかがでしょうか。特に FX の基礎講座で学んだ方は十分活かせてますかね。基礎ってのは覚えていかないと全然ね、チャートが見れないんですよ。その代わり基礎がしっかり頭に入るとチャートを見るのは非常に楽になります。まあ、これからね、エリオット波動ですとかフォーメーション分析っていうのを入れた中級を皆さんにリリースしていくわけなんですけども、この中級はやっぱり初級編をある程度ね、理解した方じゃないと使いこなせないんで、私もね、出店をためらってはいるんですよ。ただ今月の下旬にはね、皆さんのもとにお知らせすることができると思いますんで、まあ、ご期待してお待ちください。ということで今日の相場解説なんですけども、一旦ね、ぐーっとバイデンさんが1月6日もう確実になったよと、トランプさんはもう目がないよってはっきり分かった時にぐっとね、ドルは高くなりました。でチャート上で見るとドル円のチャートでいくとこう上昇していったわけですよね、バイの方向に。でその後で私がこれセルにトレンドの方向に戻るよって言ったら、やっぱりトレンドの方向に戻ってきましたよね、ぐっとね。でその後なんですよ、その後ちょっと横ばいか若干上に行きながら振りをつけて大きく下に行くっていう風な、私はシナリオを書いてますけども、その辺を今日お話していこうと思います。それでは皆さんね、画面切り替えますんでご覧ください。まずは、日足からですね、デイリーの方からでございます。これ見てわかりますかね、こういう風な形になっているのはずっとお話しした通りなんですけども、ほらね、ここ頭当たったら下の方に下がったでしょ、ここがね、トレンドの方向に戻るっていうのが見えてるかなってことなんですよ。この動きがある時からトレンドの方向に戻るっていうことで意識してたわけですから、まあ、こういう線が引けるわけなんですよね。じゃあ細かくどういう風な形になっていくのかを4時間で見ていきますよ。なんかそのヘッド&ショルダーに似てるんですよ、動きが。高値圏で一旦上昇したけども N を書いてもう一回上昇するでしょ。で押し目を作ってもう一回上がるのかなと思ったら、押し目を作らずにここまで下がっちゃったんですよ。要するにネックラインができたわけですよ。でこっからまた上昇に向かったわけですよね。ほらこれヘッド&ショルダーに似てるでしょ、ここが、このフォーメーション分析をまともに考えていくと、この後ってのはネックラインを割ってセルの方向に進むんですよ。そうならない場合もありますよ。これが伸び続けて結局は右肩上がりを続けたってことですよね。私は大きく下に下がると思いますけどもね。1時間見てみましょう。いかがでしょうか、1時間ね。私が見えてるのはここなんですよ。ここに3つの三角形があるように見えます。でだんだん右肩下がりになってるわけなんですよ。これってのは大きな下落を生む要因になったわけですけども、じゃあね、この辺りにゾーンがあると考えると、こことかここですよね。特にここは N 字を作ってさらに上昇するきっかけを作ったところです。その後ここで包み足を出して上に上がる一方になったわけでしょ。こういうふうにね、なんとも理にかなってるじゃないですか。ということでここを跳ねたわけなんですけども、今はペナントを書きながら収束中でございます。この収束の後っていうのは大きく下に下がるというふうに1時間足考えています。いかがですかね。はい、ということで私はね、これからの展望をこのように考えております。木金そして来週にかけて大きくセルの方向に動くんじゃないかなと思いますけどね。で1月20日はアメリカ大統領が完全に切り替わる時でございます。もう日があんまりないですね。1週間もないぐらいですか。その後のやっぱりドルの、ね、強さというものも意識していこうかと思いますので、今はトレンド的には右肩下がりなんですけども、またね20日前後にぐっと上に上がるんじゃないかなと思いますね。来週の目標とかじゃないですか。だからそこはそこで狙っていこうかと思います。もちろんテクニカルに沿った考え方の中で、まあ今ねずっと言ってこなかったんですけども、テクニカルも FX のその違うファンダメンタルズもテクニカルのうちなんですよ。その戦略 FX の戦略に組み込んでいかなければならないのかなと思いますよね。じゃあ本日は以上です。